こんにちは、篠原健作です。今日はパフォーマンス作品ジョーの第1部を配信したいと思うんですけれども、その前に少し音楽と僕の関わりをお話ししてみたいと思います。僕が音楽と出会ったのは母の影響が大きくて、家にはピアノがあって、母は上手ではないんですけれども、たまに弾いたり、あと妹がバイオリンをやってたり、一番思い出に残っているのは、母が僕と妹を連れて劇団四季のキャッツが札幌に来た時に連れてってくれて、それの帰りにカセットを買って、家でそのカセットを聴きながら自分で一人でキャッツを頭から最後まで再演していたという、そういうこの楽器が好きとかこの音楽が好きっていうのははっきりする前から自然と音楽がある環境ではありました。あとドライブが好きな家族で、車の中で母親がかけている徳永英明とか小坂明子とか、そういう素敵な音楽が流れていました。高校に入るとオーケストラ部に入ってチェロを3年間弾いてました。その時はよく本当にクラシック音楽を聴き漁ってて、それは今でも何かこう特別な経験として血肉となって残ってる気がしています。僕の一番の重要な音楽との出会いというのはやっぱりギターです。中学の頃に友達が弾いてるのを見て、ああ自分も欲しいなと思って、エレアコーを一番安いのを一つ買って、それを弾き始めました。クラスにたまたまものすごく音楽が詳しくてギターを弾いている友達がいて、その彼がいろんな曲をカセットに吹き込んでそれを貸してくれる。で、僕も何かこうカセットを仕入れた時は貸すっていう、そのやり取りを始めて、その頃から、アメリカの90年代のバンドですね、スマッシングパンプキンズとか、ディープパープルとか、ディープパープルはもっと古いですけども、あとゼペリとか、本当に聴くべき音楽というものを一通り漁ろうと頑張りました。僕は本当にそこまで全部聴くという勉強熱心さはそこまで続かなかったんですけども、好きなバンドを見つけるという意味ではものすごくいい経験で、それが本当に出発点でした。そこからギターを自分で弾きながらちょっとずつ宅録みたいのを始めて、シンセサイザーもある時買ったので、それでこうベースとか、ちょっとしたドラムみたいのも自分で取れるようになって、打ち込みも始めて、それで、部屋に引きこもりながら音楽を作るということをやってました。その頃僕が聴いてた音楽っていうのは今でも大きな影響を与えてて、グラハム・コクソン、スマッシング・パンプキンズ、ソニック・ユース、ジョン・スペンサー、ブルーズ・エクスプロージョンなどなど、その音楽だけじゃなくて彼らのパフォーマンスの仕方とかもすごくこう肉体的でかっこよくて、テレキャスターを持っててというスタイルが今でもその僕のパフォーマンスの根っこにある気がしています。その後ダンスを始めてからあまり
ギターを触らなくなった時期があって、音楽を作らないという時期があったんですけれども、2年3年前2017年からグッドバイというソロ作品を作り始めてから、その自分の生い立ち、自分のバックグラウンドみたいなのを意識し始めて、その時から、妹にもらったフェンダーのテレキャスターをまた弾き始めました。で、それが自分の記憶とか体験とか、自分がなんでパフォーマンスを始めたかっていうことを呼び戻すきっかけとなって、自分のダンス、もうダンスだけにくくられないようなパフォーマンスのこう新しい一面を作り始めた気がしています。で、去年2019年にカリフォルニアに移ってから、ミュージシャンたちと即興の練習を毎週やったり、自分もそこでギターを弾き始めて、でもギターをずっと弾いてるんじゃなくて、こう走り回って動いたり踊ったりっていうパフォーマンスの一部にギターがあって、一部にダンスがあるということが自然になっていくということが今起きてて、それが自分ではすごくいい形で作品に変わっていっているような気がしています。僕が今一番すごく新鮮だなって再発見していることがあるんですけれども、即興の捉え方というのは、まあダンスの中でもこう即興みたいな練習があって、自由に体を動かしてダンサー同士自由に絡んでみたいな、でミュージシャンたちももちろんそういう即興みたいのを何時間もやる中で曲を作ったり、即興自体がパフォーマンスっていうミュージシャンもいるし、ただその自由度みたいなのが、ダンスの中にだけいると、凝り固まっちゃうってるなっていう自覚がたまにあって、それをこう音楽での即興が切り開いてくれたなっていうのを最近よく感じます。あとそのダンスは一人のディレクターとか一人の振り付け家がリードして作品ができていくっていうことも多いとは思うんですけれども、音楽でのその僕が好きだったミュージシャンたちっていうのは、もちろんそのリードする人はいるんですけれども、もっとこう、絡み合ってるというか、なんか言葉にできないけどかっこいいものを作ってやろうというコミュニティ意識みたいなのが強くあるような気がして、今急に思い浮かんだのはあのレッチリですけれど、例えばああいう、 もう個々のキャラクターがものすごく強いミュージシャンがいて、でもそういう人ってパッとダンスに関して、あ、そんなにいるかなっていうのがあって、あ、もうそんなにダンスとかミュージシャンとか分けなくてもこう自分でかっこいいと思えるものを追求する形っていうのをやっぱり見つけていきたいなっていうのはあります。そのコラボレーションの形っていうのを今カリフォルニアで探してて、その今日、配信するジョーというのはその試みの一つでもあります。では少し長くなりましたが、ジョー第1部ご覧ください。